はいどうも、サオでございます。本日はね、セブンナイツやっていこうと思います。というか、他のゲームがやることないので、セブンナイツやっていきます。はい、でね、今回の話は、ここ、スパイクの枠。ここのキャラは、意外とね、自由度が高いんですよ。だから、ちょっとここのね、最強決定戦というかもう、自己的な判断でやるんですけど、まあ、自己的評価をね、喋っていこうかなって思います。で、今回は、チャンスラーとユキと、スパイクですね。の、利点と不利な点を話しながら、ちょっとアリーナをパパッとやっていきます。はい、ということで、この4番最強決定戦、まず、ユキからいきます。それではやっていきましょう。まずはユキですね。ユキの利点。まず開幕のね、先制です。開幕の敏捷先制が、最速キャラなので、取れると。この中速のオルリーパーティーでも、ユキを入れることによって先制の勝負はできるんですね。でそこがいい点。あと2体攻撃による、まあ、免疫をね、素早く複数削れるってところですね。で反撃装備がついているので、敵の攻撃に合わせてこういう風に反撃できます。あとは、オルリーとかね、カールヘロンに弱点ついてる人が多いと思うので、弱点攻撃術の弱点ダメージを、50% 上昇させる持続スキルを持ってますと。で、悪い点はね、反撃をね、つけてしまうことによって、まあ、脆いですよね。まあ、あとは、結構出しゃばって動くのと、あとは、貫通ないから、まあ、貫通そんな今いらない時代なんですけど、やっぱりカールヘロの4体攻撃免疫があることによって上のメテオは完全に防がれちゃいますね。魔女5セットつければいいんですけどね。と言ってる間に火力がね高いですね。やっぱ雪入れると。ただ雪は、まあ、真っ先に倒れて敵のね複数免疫張りの餌食になりますね。この光パチパチの餌食にはなりやすいので、若干中速パーティーの中でも、まあ、素早く攻めなきゃいけないパーティーになってます。ただかなり雪入りは強力で、まあ、先々週までは僕は雪入れてマス2ちょいぐらいでしたね。雪も十分強力なキャラではあります。まあ、もちろんそうなんですけど、ね。はい、続いてチャンスラーさんです。シャキーンとでね、チャンスラーさんは、ポジティブバフ解除を持ってるので、まあ、敵のね、カールヘロンの、覚醒スキルを素早く剥がすことができると。敵のスキルのアドが減ると。ただこの光の盾に反応して、ブロック解除が出てしまうのが非常に無駄ターンかなっていうのがありますね。で、この後90秒以内にカールヘロンに覚醒打たれると、本当に無駄になるし、途中でチャンスラーがまた動いてしまうことによって、チャンスラー2回動いてほしくないんですよ、この光のポジティブバフ解除の方で。だからね、そこがちょっと微妙かなっていうのがありまして、良い点はやっぱり反射ついてるので、ガンガン反射して敵の免疫削っていける。ただし弱光がいると無駄。で、あとはクリティカルダメージ減少 30% で、みんなの耐久性がさらに増すと。まあ、火力寄りだったユキとは相反して、まあ、今度はチャンスラー耐久寄りになりますね。あ、来ましたね。こういう風に剥がせる、すぐ剥がせるパターン、これ結構うまくハマってるパターン。だね、本当にルークにね、反応してね、バフ減じゃない、バフ解除使っちゃうの若干ターンの無駄ですね。ただ、スキルの火力は高い。前衛なのにかなり火力が出ると。でノーブルスターも、まあまあ最小限に抑えられる。はい、ドン、ドン、ドン。すげえ火力。カールのバフかかってますからね。で、敵は、ね、防御を剥がされて、まあ、結構痛手かな、そこは。これかなり、チャンスラーうまくはまりましたね。はい。まあ、若干ターン数の無駄感が漂いますが、チャンスラーも協力と。まあ、最後ね、順位は決めますけど、ね。はい、ちょっとね、耐久パーティーに当たっちゃったんで、ちょっと収録の時間が長くなってしまうので、一回諦めました。はい。で、スパイク。また耐久。
まあいいでしょう。で、ちょっと迷ったけど、まあいいでしょう。で、スパイクのいい点は、凍結が今結構刺さるかな。あー、ちょっと、すごいね。オルリーの貫通の強さが見られてしまった。スパイクは、凍結が今刺さるという意味は、カールヘロンで感電沈黙、オルリーで、麻痺、暗闇の対策をしなくちゃいけないアタッカーは、凍結のね、対策をしている暇が若干ないと。なので、凍結今刺さりますよっていうのがスパイクの強み。まあ、あとは、ダメージ免疫ですね。まあ、敵の、オルリーが貫通持ってたら、まあ、食らって1になっちゃうパターン多いんですけど、まあ、カールヘロンの回復ありまして、若干は長持ちできるかなっていうところですね。あと、クールタイム遅延と、やっぱ凍結が強くて、凍結の使用上ターンがね、素早く進むので敵が凍結全員になると、それによって自分の状態以上も、ね、自分たちの状態以上も解除できるっていう利点もあります。はい。まあやっぱ、凍結とクールタイム遅延っていうこの結構運用に持ち込む要素がやっぱ僕みたいなね、あまり強くない人でも結構マス2ぐらいまで運んでくれるっていうこのパワーがありますね。スパイクには。悪い点はあんま動かなくなって結構自力になって動いて欲しくない時に凍結になって敵を保護した上で自分が不利になる状況がややあるか、ちょっと勝率にとまあ相談するとまあそれぐらいは許してやるべきなんじゃないかなっていう強さが今スパイクにはまたありますね。若干まあ下火でしたがかなり強い、結局強いかな。スパイクの性能自体は結構壊れてるんで、セブンナイトの中では、ね、まあしかも開幕で出ちゃえばオルリーをね50秒行動を遅らせるか、まあ、凍結させてしまうかなんて、ギルド戦とかもね結構スパイク嫌って攻めてこない人も多いかなっていう印象を受けます。あとカールヘロンのねバフもね、凍結してる人には届かないので、まあ、無駄打ちさせるってこともできます。はい。これがスパイクの強い点です。はい。ありがとうございます。シャギインド。はい。というわけでした。3体がね、利点不利点。喋ってましたが、まあ、自分のプレイスタイルに合わせてやるっていうのが一番なんですけど、まあ、強さはスパイク、ユキ、チャンスラーの順かなって思います。チャンスラーのやっぱターンをね、無駄使用してしまう場面はちょっとね、心的ストレスになる点が若干ありましたということでね、まあはい、この3体はでも自由枠には入れられるキャラなので、この中から決めてみてはいかがでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。